じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、まず昨日の首位攻防戦、はい、広島強かったですね。まあそうやな、うん、強いな、うん、まあ、森下が2021年からジャイアンツ戦に負けてないというね、はい、まあ、相性もあり、うん、また山崎伊織が先だっての松田でのね、そうですね、登板を考えると、はい、まあ、投手戦になるとはなかなか思えなかったんだけどもね、うん、でもああいう形で山崎伊織が崩れていくっていうことはあまり想像できなかったな、うん、そうですよね、まあ、何が言って、あの打線ももちろんね、ピッチャー陣もいいですし、打線もこの後半戦しつこいな、いやしつこいね、ちっこいわ、うん、まあ、それと、まあ、昨日ので言えば、はい、やっぱ2アウトまでノーアウト満塁で行って、うん、はい、やっぱ小園だよな、フォアボール、あー、あそこでやっぱり粘ってフォアボールが取れるっていうところがやっぱ広島だし、で粘って取った小園も立派だし、その後に追い打ちをかけた末金のヒットもな、昨日5打点ですかね、まあ、そうだな、見事だったし、また走塁、まあ、一塁から小園が2度ほど一気にレフト線で帰ってきてるけど、はい、あれもなかなか打球がこう死んでるわけじゃないし、末金の当たりだから両方とも意外と早いんだよね、はい、でモンテスの守備をどうのこうのっていうつもりはないけども、はい、やっぱ小園っていうか広島のその一歩目のスタート、うん、ランナーとしての、まあ、それがやっぱこういいんだろうなと思うよ。そうですね、走塁っていう意味でもそうですよね、うん、そうだね、だから、まあ、見事なバッティングもそうだけど、うん、まあ、見事な走塁っていうことも加味して言えるよな、うん、ですよね、あとはやっぱり守備という意味では昨日矢野選手が、はい、あの素手で取ってサードに、はいはい、あの投げたあのシーンであったりとか、まあ、あと菊池選手がその無理をして投げないというか、あの暴投というか、あの、ね、それをこう防ぐためにもっていう、なんかそういう守備の強さっていうのも、昨日も、いや、やっぱね、矢野が入って変わったな、うん、矢野がショートに入ることによって、やっぱ守備が全体的に落ち着いた、だからやっぱショートの守備っていうのは、すごく大きな、まあ今年に限りは、矢野がショートに入ったっていうのは、また新井監督が入れたっていうのが、すごく大きかったな、それによって、サードを悩まなくて済むようになった、うん、そうですね、小園をもう固定で使うというね、はい、だからここら辺がやっぱ新井監督がうまかったなっていうふうには思うよね。そうですよね、何かまあ昨日の試合が今年のカープの投げるにしても、打つにしても、守るにしても、走塁にしても、なんか強さのこう象徴的な試合でもあったのかなっていう。あ、そうだな、うん、まあ、立ち上がり先頭バッター秋山、はい、山崎よりいいとこ投げてたんだけど、ものすごいうまいバットコントロールでレフト前、はい、あの一番バッターであの球で出られたっていうのはさ、やっぱもうしんどいなって、しんどいチームやなって感じさせるよね、相手のピッチャーバッテリーに、感じさせるよ、あのバッティングは、うん、はい、だからもう十分なヒットだよね。そうですよね、プレッシャー与えるにはね、うん、まあ、今年の強さっていうのはこうバランスの良さっていうのもいろいろあるし、はい、まあ、相澤の使い、まあ、キャッチャーの部分で言えば相澤の使い方っていうのもうまいね、うん、やっぱりいいリードするわね、うん、そうなんですね、やっぱ森下が昨日やっぱこうあそこまで持てたっていうのは、投げれたっていうのはやっぱ相澤のリードのおかげっていうことも多少あるだろうしね、やっぱボールをこう大事なところまで隠しながら、うん、行っといて大事な場面でその使ってないボールを使い出すとか、はい、まあ、いろいろやっぱこう我慢させるよね、うん、いや今苦しいだろうけどもっと苦しいとこが来るからちょっと我慢して、うん、こっち投げとけ言って、すごいですね、いや、ほんで苦しくて本当に苦しいんですよみたいなところだったら、よしこれでごまかそうみたいな、うんうん、まあ、そういう球をやっぱ隠し持ってるし、まあ、森下っていうのがこう球種が多いしね、だから、まあ、そういうこともできるしな、うん、あとはやっぱ柔軟性だな、柔軟性、まあ、どっからでもバントを仕掛けられるしさ、そうですね、まあ、どっからでも仕掛けられるっていうところが、うんうん、やっぱりいいよな。それはあの野手だけじゃなくて、その森下選手にも昨日あの、ね、スリーバントの構えからのバスターに変えてっていう、まあ、まあ そうだね、そういうところ非常に広島って、まあ、まあ、すごいですよ。まあそうだな、うん、まあそれは森下の能力の高さとかね、うん、のがあるけども、やっぱみんながやっぱこう柔軟性を持ち合わせてるプレイヤーが多いということで、うんうん、
だまあ末金にバントやれとは言わないと思うよ。ただ末金にじゃあバントのシチュエーションの時に絶対バントだなと思う時には、はい、やっぱ代打遅れるもん。あ、末金選手にっていうことなんですね。そうそうそう、まあ、仮に岡本とか、はい、ヤクルトの村上でもうこれバントさせた方がいいけどなみたいな、うん、でもまあ打たすしかないかみたいな、うん、そういうことじゃない、広島は、はい、いやもうバントしたい、ね、それからねバントさせなきゃいけん場面で、お上本バント行ってくれみたいな、これができるから4番に代打を送れるっていう柔軟性なんですね、うん、いやだからやっぱ確実にバントで送って1点を取る作戦っていうのは、うん、でも打たしていったらリスクは何があるかっていったらゲッツがあるじゃない、はい、でそういうことっていうのはシーズン中多々あるんだよ、うん、でもそれを回避していけるのがやっぱり広島だよね、うんうんうん、だから、まあ、岡本にバントしろとか村上にバントさせろとかそういうことは思わないけども、でもやっぱ指揮官として、はい、いやここは、まあ、信頼はバッターしてるけども、うん、打たすよりはバントやって次のバッターにかけた方が確率的にはあるっていうとと言ったところでも、他のチームは多分動けないけど、うん、広島は動ける。強みですね。いやだからまあそこら辺も強みだし、うんうん、だけど大量点ということに関して言えば、それはそんなに取れないかもわからないけども、はい、やっぱそれなりのピッチャーがしっかりしてるというね、うん、もうその先発ピッチャーもしっかりしておけば中継ぎ陣が安定してるという。そうなんですよね、まあ、一番安定してるからね、中日よりも安定してるから。8月すごいですね、うん、8月のその救援陣、まあ、先発陣もそうですけど全体の防御率もそうですし救援陣の防御率もすごいという。そうだな、左がすごいですね。いやだからそういう意味では1点ずつを積み重ねていけばいいというね。だから末金が怪我故障している時にシャイナーを使ったりだとかいろいろやっぱ長打が欲しいなっていう悩みがあった時に、まあ、そこでも耐え切って末金が戻ってきて、うん、はい、なんかやっとこう軸ができたみたいなね、うん、まあ、そういうことになって、まあ、末金もよく期待に応えてるけども、そうですね、まあ、そういうとこから考えるとやっぱうまく流れてるなというね、まあ、そんな感じがする、うん、そうですね。現在2位の巨人とはゲーム差に、うん、で阪神とはゲーム差が5というところで、うん、まあ、ちょっと前までは本当にねこの上位3チームだったり4チームが 0.5 ゲーム差の中にひしめくなんて言われてたんですけれども、まあ、試合やっぱね戦ってる雰囲気が違う。カープですか。まあ、仕事場の雰囲気ってすごく大事だと思うんだけど、やっぱり今カープが戦ってる雰囲気、ジャイアンツも悪いとは言わないけども、だけどやっぱこうなんかこう重さを感じるというかね、2位のチームだから多少やっぱ首位よりも重く感じる、3位の阪神すごく重く感じるっていうね。だからやっぱ働く雰囲気、やっぱ勝負していく雰囲気っていうのはやっぱそれなりの成績としての反映は少しずつあるだろうなと思うよ、してくるだろうなと思う。だからこれはもうしょうがない。だからやっぱここで一番大事なのは、じゃあ巨人のリーダー誰なんだ、阪神のリーダー誰なんだって、そこがやっぱ明るく引っ張っていこうとしないとね、なかなかやっぱもう難しい。やっぱ優勝するときにはやっぱいいリーダーがいるという、はい、じゃあ広島誰なんだって、うん、もう新井監督だよね。新井監督ですね。いやもうそれしかいないんだよ。それしかいないんだけど、あの人がやっぱね嫌味がないよ、うん、一点の嫌味もないような、そんな感じだから選手が受け入れやすいというか、はい、うん、なんかそんな感じがするよね。あの勝利監督、だから他のチームにの監督に、うん、じゃあそういうことがあるのかないのかって言ったらやっぱあるよね、チクチク、うんうんうん、だからまあそこら辺の雰囲気もやっぱちょっと違うと思うよね。あのベンチでの声掛けしてる時の監督の表情もそうですし、勝利監督インタビューの時の監督の言葉とか表情ももう誰よりも選手よりも明るくて清々しいので、なんかそれにやっぱりチームが引っ張られていってるっていうのもあるのかなっていう。いやもう絶対あるだろうね、うん、あとはやっぱこう菊池が本気になってんだ久しぶりに菊池は本気になってるよ。それやっぱプレーで、やっぱね久しぶりに優勝したいっていう気持ちがやっぱ前面に現れるようになってきてるよ。だからそこまでは馬なりで言ってたんだけど、うん、いやこれはチャンスあるなと思ったら、うん、やっぱ目の色が変わってきてで、はい、矢野は負けず嫌いでしょ。そうですよね、うん、小園はやっぱ優勝したいし、やっぱみんなのちょっと顔色が変わってきてるというところがすごく手応えを感じてる部分でもあると思う。
まあ、去年は2位でした。で、まあ、阪神と、はい、まあ、差をつけられてるのに、ただクライマックスシリーズはあの、ね、阪神を苦しめるような戦いもしてましたけれども、その去年のカープと今年の今ここに来てるカープの違いっていうのはどうなんですか。いや、他のチームが違うな、まあ、阪神が違いすぎるのと、うん、まあ、巨人も変わったけども、はい、やっぱ4位からここまでよく持ち上げてきてると思うよ、うんうん、だけどやっぱそこを抜けていくっていうのは、はい、やっぱ誰かのこう頑張りであったり引っ張りだったりだとかさ、まあ、みんなよく頑張ってるけどね、うんうん、だけど、まあ、センターラインという意味ではなんかこう不安定だよね、まだね。そうですね、うん、だから広島やっぱこう相澤がいて坂倉がいて、はい、菊池と矢野がいて、うん、まあ、センターには秋山がいてみたいな、はい、やっぱセンターラインがしっかりしてるよ。それから比べるとやっぱ巨人っていうのは岸田なのか大城なのか小林なのか、はい、まあ、吉川はいいとして門脇なのか、うん、伊豆口なのか、はい、ね、モンテスなのかとか、まあ、いろいろあるし、はい、じゃあセンター、ね、ヘルナンデスが怪我してじゃあ誰なんだみたいな、うん、まあ、そういうところもあるじゃない、はい、だからちょっと苦しいよね、広島よりはね、はい、だけど その中で やっぱりよく食らいついていってると思うよ。ただやっぱりこう山崎伊織がああいう風な崩れ方をする、グリフィンが、まあ、今日投げるけど、なんかそれまで良かったんだけど最近あんまりいいピッチングになってないよね。だからここら辺で持ち直せるのかとか、でこの前菅野が投げて負けちゃったけど、菅野が勝ってたからね、ずっと裏ローテで、うん、だからだんだんちょっと苦しくはなってきてるとは思うけど、まあ、踏ん張りどころだな。そうですよね、巨人の伝統が踏ん張らせるかどうかですよね、まあ、そこだと思う。そうですよね、うん、だからやっぱそれ以上に今絶好調なのがカープなので、まあ絶好調というよりも、まあ、勝っていくから絶好調と思うけども、うん、大体普通の戦い方だよカープのだから誰が頑張ってここはもう爆発してるっていうことじゃない、まあ、普通の頑張りだよ、うん、その前半よりも前半なかなか点数が取れなかったりとか打線がって言われていた中で、後半この点数がかなり取れるようになってきたっていうのはやっぱ末金選手が戻ってきたっていうのも大きい、まあ、大きいのと、やっぱ、うん、あの坂倉な、あ、そうですね、オールスター明けから坂倉がもう爆発してるから、はい、だからそこを取り巻く人間たちは、うん、まあ、安定的に打ってたわけだから、はい、それがこう融合し始めると点にはなってくるよね、うん、そうですよね、うん、だからまあ小僧がちょっと疲れてね低迷したりだとかした時には点がなかなか入らなかったけど、また小僧が復活してるし、はい、そう、末金とともにね、そうですね、うん、だから末金と小僧の末金、この打線の流れっていうのはすごく嫌だよ、うん、相手にとったら、まあ、ここら辺で仕上げられるっていうのがあるからね。そうですね、あとやっぱ中継ぎ陣今年も非常にいや、いいな、うん、中継ぎ陣の豊富さ、まあ、中継ぎ陣、救援陣というとやっぱ中日の良さっていうのが光りますけれども、なんかそれと同等、もしくはそれ以上に今カープが非常にいいんじゃないかっていう、まあ、そうだな、うん、まあ、でも新井監督もやりくりがうまかったな、うん、まあ、島内はね無理して投げさせないで、まあ、ちょっと一回放牧したりだとかさ、はい、右に落としたりだとかさ、まあ、いろいろやりくりをしながらね、うん、あの持たしてるけど、本当にあのみんな頑張ってると思うし、はい、まあ、その質量とも結構揃ってるな。そうですよね、右も左も、あの勝ちパターンも負けパターンの投手も防御率がめちゃくちゃみんな良くて、去年 MVP 取ったの球宴で島内投手が 2点台、他は1点台だったりとか、だから昨年の阪神に似てるんだよ、うん、あ、だから負けゲームでも、いや勝ちパターンのピッチャーを出すより負けパターンのピッチャーみたいな、出してて頑張るからそのうちひっくり返したとか同点に追いついたとか、まあそういうことがある。まあ阪神も去年ね、勝ちも負けもなくて、なんかこう、いやこれやられるなと思ってたら、もうピッチャーがずっと頑張って点やられずに、でそのうちひっくり返したとか、まあそういう現象が起きてる。そうですね、確かに去年の強かったその阪神の、ね、中継ぎ陣と今年ちょっと似てる、いや似てる似てる、だから阪神が苦しんでるのはそこができないんだもん。だから勝ちパターンといえばその桐敷と、はい、IC な、はい、が投げてるけど、でも昨年は誰が投げても抑えてて、はい、で追いついた、ひっくり返したみたいな感じだったの。でも今はそういうことが阪神できないから、はい、あの苦しいんだよね。そうですよね。でたまに勝ちゲームをひっくり返されて、はい、負けになってるからそうです、こう勢いがつかないだけで、う
だから、まあ、いい具合にやっぱ広島は回ってるよね。あの試合数もね一番残してますし、あの阪神と比べると本当に10弱ぐらい試合数残しているので、まあ安全か危険かというとやっぱ危険だよ。早く消化してですよ、この位置を保ちたいよね。ですよね、本来はそれはやっぱそうだよ、うん、それじゃなかったらもう引き離して、うん、もっともっと引き離して、はい、阪神終わった後にゆっくり戦えるかどうかだよ。ああ確かに。これカープはね、今2ゲーム差巨人とで直接対決今日明日まだありますけれども、優勝に一番有利な場所にはやっぱり、いやそりゃそうだよね、うん、だからこの2戦っていうのは巨人にとって本当にあの大事な2戦になるし、広島にとってはもう1勝してるから、はい、まあ、あと1つ勝てばもう同じ、うん、2勝1敗で全然 OK みたいな、うん、そんな感じだもんね。そうですね、試合数も多く残してますしね、カープは。そうそうそう、これはあの試合というかシーズン終わるまでこのカープの状態っていうのは落ちずに続いていきそうですか？いやそれはやっぱり波はある、もう一回ちょっと落ちる時期があると思うよ、うん、ただどのぐらいでマジックが出るとか、はい、今から考えるとね、うん、そしたらやっぱり勢いが増してくると思うんだよ、うん、選手のもう一つ目の色が変わるというか、はい、まあ、そうなってくるとやっぱ速くなるの。あの今回のこの直接対決によってはマジックが、出る、最短で明日出るということなので、これ出るとまたちょっと勢いが変わる。いやそれは全然変わってくると思 う、 うん、ただ7月が頑張った分だけ多少やっぱりね疲れは来るよ、うん、だそこをどう乗り切れるかだ、ここがチーム力だよ。そうですね、まあ乗り切ると思うけどね新井さん率いるか乗り切ると思うけど、はい、ただ分からんからな勝負事は、うん、そうですね。だからこれ本当は阪神にもう落ちてもらって、うん、一騎打ちがいいよね広島は巨人とも、うん、それはなぜかというとやっぱり巨人に対しての相性もいいし、はい、だから一騎打ち、まあ、3つだとやっぱちょっとややこしいよね。そうですね、食らいついてくるから、うんうんうん、だからやっぱこう一騎打ちの方がいいのかなっていうふうには広島はね、はい、思うけど、うん、まあ、広島あの阪神とか三つどもえでとにかくターゲットを作っといた方がいいかもなって思うけど、ね、そうですね、まあ、カープはねあの雨で中止になった試合も多いですし、残り試合どこよりも残しているので、まあ、ここら辺がどうやってどう響くのか、あとはカープがどのぐらい波がなくこのままあとこの勢いを保っていけるのか、まあ、ピッチャーがね夏場でもねそんなにへこたれてないから。ですよね。いやだからここら辺はやっぱ波はそんなに大きくは来ないよ、うんうん、やっぱ安定したなんていうの成績は出してきてくれると思う。ちょっとねまだあのねカープがちょっと2ゲーム差で首一つ抜けたかなっていう感じはありますけれども、まあ、まだまだ巨人も、まあ、今日だな。今日ですか。今日は本当に大事だと思う。それは巨人にとって特に、いや広島にとっても広島が優勝するためにはやっぱできるだけ多く勝ちたいわけだから、はい、直接対決。そうですよね。そうそうそう、だからそのモチベーションとしたらやっぱり広島の方が高いわな、うん、まあ、巨人がどこまで止めれるかと思うからね、それをね。ちなみに今日の試合のカープのキーパーソンって誰になりそうですかね。やっぱ末金じゃない、うん、やっぱ巨人戦に強いという、はい、でやっぱ末金が一発打つようだと、うん、やっぱランナーも数人いそうな感じもするしな。そうですよね、うん、いやだからやっぱ末金っていうのが一つのポイントを握ってるだろうし、やっぱグリフィンがどういうピッチングをしてくれるかどうかね。そうですね、巨人はさらにその巨人としては末金選手マークなんですけど、その前に小園選手出さないとか野間選手出さないとかそういうこともしてないと大量得点にまたつながっちゃいますよね。そうだけどもそのままで言ったらな消えないからな。いやだからそうだな、左が並ぶ打線でグリフィンがインサイドに投げれるかどうかだな。グリフィンはインサイドに行けるかどうか、うん、じゃなかったら外一辺倒だとやっぱカムにされるような気がする、うん、苦しむと思う。今日のねこの直接対決もそういったあたりも注目しながらぜひご覧いただきたいと思います。はい。